こんにちは、デデン TV です。皆さん、最近の AI がすごいことになってるのはご存知でしょうか？ポケモン SV の世界でも AI が出てきて、ストーリーにものすごく関係してくるんですけれども、じゃあ実際のところ現実世界の AI がどれほどのものなのかっていうのをデデン TV が検証していきたいと思います。では早速、はい、最近流行りの AI チャットを用意しました。まずはこれから聞いていきたいですよね。ポケモンとは何ですか？これに答えられるかどうかでこの先の質問変わってくるんで、まずはこの質問、 AI の回答がこちら。ポケモンは任天堂によって開発発売されている人気のあるロールプレイングゲームメディアフランチャイズです。バトルさせることでポケモンリーグに挑戦していくというストーリーが特徴です。すごい、株式会社ポケモンっていう名前は出てきてないんだけど、まあ割と正確な情報が出てきていると思います。この質問 AI が回答できるということは、もうちょっと踏み込んだ質問を投げかけていきたいと思います。それでは続いての質問はこちら。海流の方が多すぎます。安定して勝つにはどうしたらいいですか？ちょっとねマニアックな質問をしてみました。これはポケモンスカーレットバイオレットのゲームをやっていないとよくわからない質問だと思うんですけど、今ポケモンスカーレットバイオレットの対戦環境で海流がめちゃくちゃ強いんですよ。ノーマルテラスタルで神速打ってきたりだとか、鋼テラスタルになったりだとか、サポート技のアンコールを打ってきたりだとか、まあ本当に海流の方がめちゃくちゃ多いんですよね。ということで、安定して勝つにはどうしたらいいですかっていう質問を AI に投げかけてみました。そしたら AI からの回答がこちら。海流は多くの種類があるため、対戦相手が使用する型に応じて戦略を調整することが重要です。またステータスや特性、技も考慮して最適な海流を選ぶことが重要。トレーニングやレベルアップを繰り返し、強力な海流を作成することも有効です。ってことで、海流を育てろと海流をこちらも選べ、そして強力な海流をこちらも作成しろと言っているように感じますよね。ということで、僕からの返事はこちらです。ドン。こちらも海流を育てることが相手の海流対策になるということですか？上の回答を見る限り、海流に対して安定して勝つにはどうしたらいいのっていう質問をしたら、海流を選べとか海流を作成することが有効って書いてあるわけだから、つまり僕も海流を使えということか、海流が嫌だったら自分も海流を使えということか、ということでこの質問をさせていただきました。それに対する回答がこちらです。はい、そうですはい、そうです。海流を育てることで継続や技を強化することができます。強力な海流を作成することで対戦相手の海流に対して有利に戦うことができます意味がわからない。強力な海流を作成することで対戦相手の海流に対して有利に、より強い海流を生み出せってことか。なるほどね相手の海流よりもより強い型の海流を生み出せってことだ。育てることでより多くの種類の海流を使用することができるため、あーなるほどね、いろんな海流を組んでいくことでより多くの海流の種類が増えてくる。なるほどなるほど。対戦相手の海流に対応するための戦略を柔軟に変えることができます。ということで、まあ、面白いっちゃ面白いんだけど、まあ、ちょっと本当にこの AI はポケモンのことを知ってるのかなっていうのはちょっと怪しい感じですよね。よりいろんな型の海流を育てろ、よりいろんな型の海流を生み出せみたいなことを言ってるんだけど、これってぶっちゃけこの AI がポケモン詳しいかどうか、ここまでの文章じゃ読み解けないんだよね。なんか僕が言ってる質問になんかうまいこと載ってるというか、なんだろう、本当にお前ポケモンのこと詳しいん？この AI がポケモン詳しいかどうかってこの質問じゃまだわからない気がする。本当にこの AI は海流のこと強いと思ってるんかな。ということで他の質問を投げかけてみました。続いての質問はこちらです。相手の使うドラパルトが物理型か特殊型か、はたまたサポート型なのか分かりません。さっきは海流の質問だったんだけど、海流の他にもドラパルトっていうポケモンもめちゃくちゃ幅広い型が存在しているんです。特殊型、物理型、サポート型、僕は特殊と物理どっちも使った両頭型とかも使ってるんだけど、果たしてこの AI がドラパルトの型の多さをちゃんと把握しているのか、こちら質問してみました。まあさっきの海流みたいな感じでね、なんかうまいことのらりくらりとかわされないようにしていきたいですね。さあ、それに対する回答がこちら。相手の使用するドラパルトのタイプを判定して、これはなんだろう、テラスタイプのことかな。相手が使用しているドラ、あ違う、ドラパルトじゃない、ドラゴンパルトって言ってるね。相手が使用するドラパルトの能力や技を観察することが有効。物理型のドラパルトは物理攻撃を強化する能力を持っている。特殊型のドラパルトは特殊な能力を持っている可能性が高いです。サポート型のドラパルトは味方に効果を与える能力を持っている可能性が高いです。
使用しているドラパルトのアイコンやデザインからも判断することができます。これめっちゃ怪しいな。なんか最初の1行目はテラスタイプを判定するみたいなことなのかなって思ったけど、でも後ろのテキストがなんかさっきの海流みたいになんか小泉構文みたいな感じだよね。攻撃が高いドラパルトは攻撃が高くて、特殊が高いドラパルトは特殊が高いです。またサポート型のドラパルトは味方に効果を与える能力を持っている可能性が高い。すごいのらりくらりかわされてる気がするね、さっきの海流みたいに。さあもうここまで来るとやっぱり AI にポケモンは早すぎたかなっていう印象もありますが、じゃあ最後にこちらの質問をしていきましょう。HP108、攻撃130、防御95、特攻80、特防85、素早さ102、このポケモンのステータスバランスはどうですか？皆さん知っている人は知っていると思うんですけど、ポケモンガブリアスのステータス、このガブリアスのステータスって、強い人たちは口を揃えて素晴らしい、綺麗な配分だ、無駄がないって言ったりするんだけど、この素晴らしさって強い人たちがこの数字は素晴らしいって言ってるから、僕たちもあこの数字って素晴らしいんだ、綺麗なんだ、無駄がないんだって思ってるけど、実際それが細かく答えられる人っていないと思うのよ。受け売りの状態っていう人も結構いると思います。さあそれを AI は答えることができるのかということで、この質問を投げかけてみました。それに対する回答がこちら。このポケモンのステータスバランスは攻撃力と速さが高く、防御力と特防もまあまあです。特殊攻撃はやや低めですが、それでも優れたバランスを持っていると断言します。ほうほうほう、僕1個目の質問の時に素晴らしいとかいう単語は何も出してないんだけど、優れたバランスを持っていると断言してきたんだよね。どういう風にこの数字がバランス取れてるとか、どういう風に優れてるかっていうのは言ってくれてないんだけど、それに対しても聞いていきたいと思います。このポケモンはガブリアスですが、あなたならどのようにガブリアスを育成しますか？っていう質問にしました。まあ今までポケモンの名前出してなかったので、このポケモンはガブリアスですよっていう答えを僕は提示しました。このステータスのバランスが優れてるというのであれば、どのようにガブリアスを育成するのかなっていうのを聞いてみました。それに対する回答がこちら。私は AI であり私は AI であり、実際にゲームをプレイすることはできませんが、ガブリアスは物理攻撃が得意なタイプのポケモンです。そのため技として地震、激凛、ドラゴンクローなどの物理技を使うように育成することをお勧めします。また防御力や特防も重視し、固い爪、怒りの攻撃などの防御上昇アイテムを使用することで、より探索なポケモンに育成することもできます。これさすごくない？地震と激凛とドラゴンクローっていう技を指定してきてるのすごくない？だってガブリアスが地面タイプとかドラゴンタイプって言ってないんだよ。僕言ってないのに地震、激凛、ドラゴンクローなどの物理技を使うことがおすすめです。しかもさ、地震と激凛とドラゴンクローが物理技っていうのも知ってるんだ、すごいよね。ここで一気にさっきのドラパルトや海流から一転して、こいつポケモン詳しいかもみたいなオーラを出してきました。ちょっとポケモン詳しいかもと思ってきたところで、こちらの質問をしてみました。それがこちら。役割破壊、奇襲用として特殊技も覚えさせたいのですが、おすすめはありますか？まあ、というのもガブリアスって大文字を役割破壊用に覚えさせてた時期もあるんですよ。まあ、なので役割破壊、奇襲用として特殊技も覚えさせたいのですが、おすすめはありますか？これはね、僕カマをかけてます。大文字っていう技が出てくるのか、まあ、もっと言ったら炎技が出てくるのかどうかというのを AI にカマをかけてみました。それに対する答えがこちら。役割破壊、奇襲用として特殊技も覚えさせたい場合、火の粉や炎のパンチなど炎タイプの技、ごめんなさい間違えた、火タイプの特殊技がおすすめです。炎タイプの特殊技がおすすめ。また眠りごなや寝言などの特殊技も使うことで、相手を睡眠状態にして攻撃することができ、奇襲に利用できますとのことです。すごくねこれ。すごよくここで炎タイプの技出てきたね。大文字とか火炎放射が出てこないのはまあ別に一旦置いといたとしても、よくこれさ役割破壊用として炎タイプ選んだね、この AI は。寝言はこれすごいな。寝言は全然ありかもしれない。ガブリアスに寝言か、面白いかもね。はい、ということで AI にポケモンを考察してもらいましたが、こんな感じになりました。いかがだったでしょうか。これはね、 AI すごいわ。ポケモンもそのうち AI がポケモンバトルしてみたとか、そういうのが動画上がるかもしれないですね。ということで、いいねと思ったら高評価、悪いね普通ねと思ったら低評価をよろしくお願いします。またまたその他にも AI に質問してみたい内容がありましたら、コメント欄などによろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。